あ、でもそっか、でもそうすると全長的に、そっか、お尻がちょうど多分アプローチに入りたてぐらいですか。ちょっとだから車両が若干ねじれてる状態で脱線するのかな。多分そうですね、ここで脱線するのはこの辺にいるから、後ろさんで脱線だよ。そして普段この辺にいるから多分なんか若干こう台車がねじれの位置っていうか、ダンスなのかな。ちゃんとのレールはしんどいのかな。ちゃんとのレールはちょっとあれなんだ。ちゃんとはいいんだけどな。そういう弊害はどうしても車両がねじれますからね。